おとなしくしやがれ。できる。こいつはどうだ？おとなしくしやがれ。
どうすればこのクイたちを同時に破壊できるかな。風圧剣、やっぱりダメね。よっ、残念、壊すまでの感覚が。どうすればこのクイたちを同時に破壊できるかな。神様の剣はもっと落ち着いているかな。残念、壊すまでの感覚が。どうすればこのクイたちを同時に破壊できるかな。残念、はもっと落ち着いているもの。どうすればこのクイたちを同時に破壊できるかな。どうすればこのクイたちを同時に。残念、壊す。
どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。風圧剣。残念、いや壊しまでの感覚が。どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。ジン様の剣はもっと落ち着いているもの。残念、壊すまでの感覚が。どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。残念、壊すまでの感覚が空きすぎて。どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。の剣はもっと落ち着いているもの。残念、壊すまでの感覚が空き。どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。残念、壊すまでの感覚が空きすぎ。どうすればこの杭たちを同時。残念、壊すまで。どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。風圧剣。残念、壊すまでの感覚が。どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。すまんすまん。残念、壊すまでの感覚が空きすぎ。どうすればこの杭たちを。残念、壊す。どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。残念、壊すまでの感覚が空きすぎ。どうすればこの杭たちを同時に破壊でき。残念、壊す。どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。残念、壊すまでの感覚が。どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。残念、壊すまでの感覚が。どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。残念、壊すまでの感覚が空きすぎ。どうすればこの杭たち。残念、壊すまで。どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。やっぱりダメね。は。残念、壊すまでの感覚が空きすぎ。どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。そうやればよかったんだ、すごい。星と深淵を目指す。無事今日の依頼を。星と深淵を目指せ。
星と深淵を目指なんでまた見張りの場所が変わったんだ。放浪寮はモンドの人でモンドからそう離れてないけど開拓されてな、まさに弱肉強食の世界。ほら、ちょうどこんな風に。心配ない、狼は友達。オイラたちはただの、お前たち普通じゃないって知ってる匂い。騎士団だろ、騎士団に友達いる。俺レザー。お前も騎士団の一員なのか。騎士団とは関係。おああ、家族。家族。俺はなんか複雑。彼らに怒られた。お前たち助けるため。そうだったの
旅人も泣かぬ。やめておく。騎士だ。遠慮するなよ。満足。ありがとう。俺たちなら五六頭は気にするな。騎士団の赤い彼女なら山を燃やす。そろそろ行く。ここ安全じゃない。変わったやつだったな。そういえば、騎士団にいる赤くて熱い女の子、誰のことか分かっ…言ってるか全然わからないよ。どう、あれ紫色だけど2日前に食べたかも。って違う、今はいたって正常だ。本当に狼たちと暮らしてる少年を知らないのか。ごめんね、何のことかわからないよ。でも狼といえば最近気になることが、いつもは放浪寮で過ごす狼の群れが水管橋付近のキャラバンを襲った。だから時間があったら調査を手伝って頼む。便乗してヒルチャールまで凶暴になって。そうなの。でもヒルチャールより狼たち、実は今日の街が襲われた。ひどい。
そうでしょ。町が襲われたからもう道中は襲われないだろうと思ってたのに。もしかしたら町に何か痕跡が残されてるかもしれない。荷物や荷車は大丈夫？私は先に行かせてもらうね。あ、うん。はあ、彼女は彼のことを愛してなどいなかった。清き泉の情熱はただの虚像。寂しさに震える時こそ彼女の心が見える。何かわかったか？お前らが拾ってきたの、ただの恋愛小説の切れ端じゃな。なんだ、間違って拾ってきてたのか。もう真面目に考えてくれよ、ガイア。確かにこの謎は前回より難しいようだな。清き泉の情熱。どんな時に清き泉が情熱を帯びるんだろうな。いい発想だ。
それなら清泉町の裏山にあるモンドの清き泉が情熱滝の心についてはおそらく滝の左側を指すはずだ。最後の寂しさに震える時は神氷元素を扱える仲間を連れてった方大したことじゃないさ。じゃあオイラたちは清泉ん？なあ違った。おとなしく仕上がる。こいつはどうだ。これで謎はすべて解けたぜ。それよりこの宝の地図ずいぶんと雑だな。海賊らしいといえば。それじゃあさすがをすぐに行かないとな。だ、例えばガイアが、オイラはただその噂でいよいよ一目天下無敵とか遊んで暮らしたいとか、こさ、おしゃべりはアルカディアのお宝探しの旅。
風だ。アルカディア遺跡なんて、わかったぞ。深いぜ。ネズミだろ。ビクビクすんな。さっさと行こう。これ。こいつはどうだ。これ。あとはこちらに任せてもらおう。お、イザードだ。応答団を代表して礼を言う。そんな、おかしい。オイラたちこっそり動く。でも見くびってもらっては俺の号令人。俺と違って。お楽しみのところ申し訳ないが、仲間とやらがここに来ることはないぜ。そいつらとは、もちろんすぐにお前も再騎士団だと。おお、ガイアだ。ガイア、こいつ、お、あとちょっと。ほう、おた、悪いがここにおた、無駄足ご苦労さん。え、おたか、今盗賊ごときに騎士の何たるかを語られてもね。おい、何をする気だ。おとなしく捕まってたまるか。なんだこれは。面倒なことをしてくれる。おい騎士、なんとかしろ。俺を見殺しにする気か。ああ、それも悪くない提案だな。ま、待った。わかった、ちゃんと罪を認める。認めるから早く助けてくれ。交渉成立。はあ、少し残業するか。
人で、まさか騎士団に助けられ、約束はしっかり守って、ちょ、おい、犯罪し、冗談だよ。はっ、ガイエ隊長、この二人も連行しますか。何こいつらが偽情報をばらまいてくれたおかげで楽に、うぅ、嘘つき、嘘だらけ、ストップストップ、お宝は嘘だけど、お前だって一瞬独り占めしようとかんでないと、なんで俺に報告、よい、行こう、このやつ、まあまあ、ちょっと今回の件は二人、この件は夜をき、この黎明の、黎明、そうだ、まあ分かってくれるな、お前たちのような優しい、ゆ、no. 今回の件は本当にすまなかった、でも安心してくれ、同じこと、それじゃな、俺は帰って奴らの尋問をしてくる、今日はここで失礼するぜ。銀遊野郎が教えてくれなかったら、今年の七星源泉ぎ、銀遊野郎が開催を教えてくれた、せっかくリーユエに来たん、あ、そうだ、ガン、知ってるか、オイラたちが使ってるモラは、そのか、オイラたちみたいなよそ者がリーユエでガン、だからここはリーユエの人たちと同じように、場所が変わったんだ。お一人様、こちらへ。
七星ゲーセン儀式ね。元王帝君が毎年神託を下し、この先一年の去年神託を迎えたのは確かリーユエ七星の幽変。ああ、それな。モンドが自由の都であるよ。七つの勢力を代表する。あら、私たちにとってリーユエの真の七星は人間、帝君は神様。モンド口で説明するのも難く、神のいない城を離れた次は私たちの国。やあ君たち、七星熱心だね。これが地元だからこそ行かない名所。それはさておき、君たちも七星ゲーセン儀式を見たいの。商人としてリーウェの最も昨年の神託にあった17の、それに今年に入ってからずっと神の目の持ち主が、かなり専門的な神託と元王帝君はね、その先を見す。それに今年もう開ける。そうだな、ここからだと距離があるし、とりあえず玉系、そこはこの港で最も高い場所にある。おリーウェは初めてかい？実は私も初めて七星ゲーセン儀式。ほら、あれがリーウェ、七星の天地園。行幸、リーウェを管理する者に、ゲーセン、そうだ、知ってるかい？リーウェの元王帝君自身も、このような公式の場では、ただ、願い事のじゃ、君も戦機に触れに来たのかい？あ、お兄さん分かっとるね。こっちはもうお願いが済んだから。ありがとう。願い事もしたし、あとはここで。
時は満ちた。この場を封鎖しろ。変わってるから犯人じゃないけど捕まると危ない。そんなつもりはない。君たちはモンドで宿女に会ったね。宿女？お前ファデュイの、はあ、そう怖い顔し、どうやら宿女は君たちに悪い印象を、ひとまずあの女がしたことは一旦忘れてくれ。俺は君たちを助け、そうだよ、俺は悪いやつじゃな、いやまあ悪い、とりあえずこいつを倒すなんサンキューな、騎士さん。君のモンドでの活躍は聞いたよ。だからこそ君に怪しい動きはなかったけど、嘆かわしいかな、ファデュイはスネージナよ。リーウェを統治する七星はいつだって、それはファデュイのせいだと思うそれは否定し、まあいいさ、知らない人と距離を置くのは賢明な判断だ。しかしこの状況下で犯人の疑いを晴らしたいのなら、それにここに留まり続けるのも良くない。
の料理を決定戦。一番人気なのはやはり北国銀行。そう、ここはスネージナヤがリーユエに開設した銀行だ。リーユエはテイワットで最も盛んな商業の中心地だけど、うちの国にも、まあ貧乏な国だったら上からはい、これを君に。これは？さてね、時としてお金で物、簡単に言うとこれは目印となるも。仙人。城を出て北に向かうと桐原の西に、リーユエの人々はその地に仙人たちが暮らしていると信じている。ああ、彼らはその伝説を信じてる。だ、でも俺は信じる必要なんてないんだ。ファデュイの情報網ってすごそうだな。でも仙人に会って。ねえ、おちびちゃん、人々が仙人にお、ね、その多くが金のためである。真相？七星が仙岩軍を派遣したのは儀式を見た。しかしただの凡人があの仙軍を一掃したという武士。こんな雑な対応、七星らしくない。おそらく、もしくは別。今北国銀行が仙岩軍の捜査を遅らせ、リーユエは岩神と仙人たちが共に仙人の元へ行くといい。七星の死、今このリーユエで君を助けてくれる人物は。星と深淵を目指せ。
ついてこれるかな。Yeah.
この世界も俺に応えているのか。しまっておこう。
何者だ。なぜ勝手に絶運の間に入近畿滅却の札。我は三眼五剣仙人。実は犯人がいたぞ。こんなところまで逃げて。隊長、これ以上絶運の間には仕方ないだろう。犯人を捕らえる。想像し、彼らを送り返せ。だが拙者よっ、貫け、どけ、はっ、へい、よっ、はっ、せや、よっ、とりゃ、はっ、よっ、一時、はっ、撤退、ほっ、へっ、くれ、せや、痛い。知性ゲイ戦儀式の途中でテイ君が暗殺された。旅人よ、何時が我に一つ案がある。その近畿滅却の利水定山神君、それともう一人、ええ。
俺のルピッカ。決まっておこう。でも一体何があったんだ。まさか兄弟も。
俺のように琥珀。そっか、無事でいてくれ。できる。兄弟から話を全部聞いた。ああ、俺らもこんなことをしたかったわけじゃないんだ。家計が苦しくて。琥珀から掘り出した宝を売って家計の足しにしようとね。結果は見ての通り。俺は仙慈悲深き仙人様が二人の仙人の使いを使わせてくれたおかげだ。ああ、さっき俺が山頂で仙人様に祈っていた。だからあなたたちは仙人の使いが助けてくれたこと一生は。おっと、これ以上仙人の敷地でうるさくしてはいけないな。俺らはありがとう。おいらたち本当に仙人の使いだったらいい。なんかここの仙人はき、でもオイラたちは悪いことしてないよな。山門を荒らし俗人を逃がしたか。我が戒めをその身に受けよ。山に侵入し山の琥珀を破壊し、あの俗人どもは確かに戦意を知らぬかも。キャー、オイラたちにもちゃんと理由が。金碑滅却の札か。昔
帝君がこの診察を作り、人間、まずは詳しい事情を聞き、リーユエ公は手が届かぬ場所では、帝君が、しかも、ゲーセン儀式の最中に、リーユエの、いや、この世界の誰が様よ、我らは帝君の律令に従い、リーユエを守っている。だが今、旅人よ。話は分かっ、この山の雑事を処理したら、他の仙人。知ってるぞ、あれは仙人の仙力だろ。羽を草木に、唾液を滝にって感じで、あの琥珀もきっと同じ原理なんだろ。そのような話は知らんが、これら琥珀は、この花の大部分は地中に埋まっている。ここに隠居して以来、山の静寂を求めるためにこの花を至る所に植えた。じゃあ、その通り。もし私、それらの処理を済ませたら立つ。お前